ルイビル・カーネルズ・ルイビル・カーネルズは、1882年から1899年にかけて、ケンタッキー州、ルイビルを本拠地として、アメリカンアソシエーションとナショナルリーグに加盟していた、プロ野球チーム。1882年にアメリカンアソシエーションが創設されたのに合わせて、チームが結成された。最初の2年は、ルイビル・エクリプスと名乗り、1884年から、 ルイビル・カーネルズを名乗るようになる。1年目はピート・ブラウニングが打率。378でリーグの首位打者になるなど活躍。チームはリーグ2位の成績を収める。1884年には主力投手だったガイ・ヘッカーがシーズン52勝、最優秀防御率と最多奪三振の投手三冠の活躍をするなどしたが、チームは優勝には手が届かなかった。 1889年シーズンは投手陣が不調でシーズン中にメジャーリーグ歴代最長連敗記録となる26連敗を喫するなど低迷し27勝111敗という成績に終わった。しかし翌1890年プレイヤーズリーグ創設に伴って各チームの主力選手が大量に新リーグに移籍して 相手チームの戦力が大きく落ちたことが幸いし、カーネルズは初めてのリーグ優勝を果たす。しかしプレイヤーズリーグが1年で解体すると、チームの成績も再び低迷するようになった。1892年以降はナショナルリーグに参加したが、1894年から3年連続再開となるなど低迷が続いた。1899年、カーネルズの 球団オーナーとなったバーニー・ドレーファスは、ピッツバーグ・パイレーツの株式を買いカーネルズの主力選手をパイレーツに移籍させる。ドレーファス自身は当初パイレーツとカーネルズの運営の掛け持ちをしようとしたが、同年本拠地だったエクリプス・パークが火災で消失し、カーネルズは活動ができなくなって、パイレーツに吸収された。ありがとうございます。